皆さんこんにちは、マリです。ナオです。マリナオチャンネルです。よろしくお願いします。今日は薬膳をもっと身近に感じてもらおうシリーズ、山芋です。山芋を使った簡単にできる薬膳レシピと山芋の魅力をお伝えしたいと思います。普段どうやって食べてますか？私一番好きなのはお好み焼きとか作るときに山芋で全部、前たこ焼きの時も入ってましたね。美味しかったです。粉物の代わりに山芋だけで作ると、次の日の腸内環境がめちゃくちゃいいんですよ。だから結構そうやって食べる時があります。ではスタート。山芋を千切りして海苔かける、醤油かけるだけです。海苔はね、たくさんの方が美味しいですね。醤油はお好みです、ね、お好みです。はい、出来上がりです。あー美味しそう。間違いありません。美味しい。山芋でお団子を作ってきのことかと一緒にスープを作りたいと思います。まずお団子 100g の山芋をすりおろしたものに片栗粉大さじ1、はい、入れて混ぜていただきたいと思います。お、混ざってきましたかね。いい感じですね。かき出汁を入れたいと思います。お水にね、目分量です。そして大好きないぶし銀入れちゃいたいと思います。ざっくり目分量で、はい、きのこ入れちゃいます。なあ美味しそう。これもうお好みでいいんですけど、油揚げ好きなので油揚げ入れます。はい、あとはじゃあ沸騰するまで待ちましょう、はい、沸騰してきたので、はい、山芋投入。いいですね。いや美味しそう。なんかさ、スイーツ丼みたい。そうですね。はい、これが煮立ったらいいんじゃないですか。だしの味がすっごい。ただちょっとやっぱり塩分あった方がいいので、ちょっとだけ、ちょっとでいいと思う。美味しそう。山芋なんで周りがちょっととろっとしてて、中がもちっとしてる感じですね、これお味噌汁とか入れても美味しいんですかね。作るとしたら、ね、味噌いいね。ぜひ皆さんも試してみてください。いかがでしたか？美味しかったです。山芋は切ってね、海苔だけで全然いけちゃうもん。スープも美味しかったです、あれ鍋でもいけちゃうからね。鍋に入れられますね。鍋いいと思います、本当に山の芋とかよく言いますけど、大和芋、長芋、いろいろありますよね、自然薯、漢方でいう三薬って言われてるんです。いろんなな漢方にね、三薬使われてるんですけど、棒にして滋養強壮剤っていうふうに言われてるんですよ。三薬っていうのは山の薬って書くんですけどね、自然薯と山芋、長芋ってどう違うのかなと思って、改めてちょっとこう調べてみたんですよ。自然薯って自生してるやつのことを言うみたいですね。自然のものですか？だからちょっと高級食材みたいに言われてるじゃないですか、お値段も高いし、粘りもその分強いのかな。そうですね、栽培してるものに関しては長芋と山芋って言われてますけれども、全てにおいて滋養強壮的な働きがあると思われます。その中でもジオスゲニンっていうね、成分、これが若返りホルモンって言われてますけれども、プラスアルファグロブリンっていうのがぬめり成分ですけども、これもあの滋養強壮の働きがあるという、全てにおいて滋養強壮ですけど、特に肺とか脾臓、腎系統に、腎臓系統ですね、の働きをアップするって言われてますので、その3つを補ったら、ほぼほぼ滋養強壮若返りですよね。そうですね、ですから美容効果と疲労回復と、両方に最高ですね、消化酵素がすごいたくさん入っているんですよね、ジアスターゼ、代表的な消化酵素ですけれども、消化を促してその酵素を取りたい場合は熱に弱いんですよ、唯一酵素が、だから消化酵素の働きを主にって思ってらっしゃる場合は、生のままそのまま食べるか、すりおろしてできるだけ熱を加えないように食べていただくといいので、つけそばのとろろそばとかが一番消化酵素の働きも一緒に期待できていいんじゃないかなというふうに思います。ということで今日は山芋の簡単にできる薬膳レシピと山芋の魅力をお伝えしました。
最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしてます。チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。